基礎演習 B 受講者の皆さんこんにちは今日のテーマはエイズの文化人類学です感染症であるエイズという病気が社会や文化のあり方と密接に結びついていることを対応事例に勉強しましょうまず最初に現代の病としてのエイズについてエイズの感染が始まった初期の頃を中心に見ていきたいと思います HIV すなわちエイズウイルスの感染者は1981年にアメリカで最初に報告されその後全世界に HIV 感染者数とエイズ感染者数が急増していきました国連エイズ合同計画 UNAIDS の推計では2018年末現在3790万人の感染者が存在します。年間の新規 HIV 感染者数は、 170万人で毎年77万人もの人が死亡していると言われています日本では1985年に初めて感染者が確認されました厚生労働省エイズ同行委員会によると2019年に報告された新規感染者は903件エイズ患者は333件で合わせて1236件だったと言います ところでこのエイズという問題に関して鍵となる人々はどのような人々でしょうこれは地域によって違いがあります鍵となる人々とその性的パートナーは全世界の新規感染者の54%を占めています東欧及び中央アジアでは新規感染の95%以上中東及び北アフリカでも95% 西欧、中央、北米では88%アジア太平洋地域では78%ラテンアメリカでは新規感染者の65%西部および中央アフリカ地域では64%カリブ海地域では47%東部、南部アフリカでは25%といった具合です。HIV に感染するリスクは 男性とセックスをする男性の間では22倍の高い倍率を誇り薬物静脈注射をする人ではやはり22倍という高い割合になっていますセックスワーカーでは21倍トランスジェンダーの人々の間では12倍こう見てくると男性同士の性行為薬物静脈注射セックスワーカートランスジェンダーの人たち こういった人たちが、いわゆるハイリスクグループというふうに考えられます。では、アジアにおけるエイズ感染は、どのようになっているでしょうか。アジアでは、南アジア、東南アジアに感染者が多いと言われていました。まず、セックスワーカー、そして麻薬注射をする人たち、そして移動する人たち、こういう人たちに感染者が多く、ハイリスクコードとしては、 不特定多数の相手との性交渉貧困や低識字率情報不足などからのコンドームの未使用麻薬注射などがあります。異性間の性的接触による感染が深刻な国や地域はタイミャンマーカンボジアインド中国の雲南省などで麻薬注射による感染が深刻な国地域はタイミャンマーカンボジアネパールインドネシアそして 中国の雲南省のです異性間の性的接触、麻薬注射による感染いずれもタイが非常に感染が多いことがわかりますが今日はこのタイを舞台に HIV ウイルスの感染について見ていきたいと思いますタイのエイズ問題それではまずタイにおけるエイズ問題の歴史を 初めてタイで HIV ウイルスの感染者が見つかった1984年から約20年間にわたって外観していきましょう1984年9月、タイにおける最初の HIV 感染者が見つかりますその後、1987年、タイはタイ訪問年と題して観光振興政策にさらに力を入れるようになります 最初の HIV 感染者が見つかって約5年経った1985年9年から1991年の時点ではかなり多くの感染者が見つかっておりここでは性交渉による感染が多いということで当時のミチャイ保健大臣は100%コンドーム政策といって生産業施設に政府が無償でコンドーム 非妊婦を支給する政策を取りましたこうやってコンドームを装着した性行為をすることでエイズの感染を防ごうとしたわけですタイ政府は当初、予防医療によるエイズ監視と感染防止の強化に取り組み売買春を公認した上での生産業管理体制の強化を目指しました1996年現在では タイ保健省が確認したところによると HIV ウイルスの感染者は60万人から80万人と推定されものすごく拡大していることがわかりますさらに2000年には感染者及びエイズ患者が累計数が98.4万人約100万人近くなっています1990年代終盤以降新規感染者は減少傾向に転じていますが まあ累積の感染者数は100万人近くに迫るという深刻な状況を迎えるわけです。まあ、当時のタイの人口が6,000万人ちょっとですから60人に1人が感染をしているという状況でした。2001年12月タイ北部の中心都市チェンマイで国際エーズ会議が開催されエーズ感染者あるいはエーズ発症者に対して 家族やコミュニティによるケアの重要性が議論されました僕自身もこのエイズ会議には参加をしました2002年の上半期には HIV 感染者、エイズ患者の累積数は107万人達しました2004年7月にはまた国際エイズ会議がタイのバンコクで開かれますがこの時点では毎年3万人の人が エイズで死亡していることが報告されていますタイにおけるエイズ感染の感染源としては異性感染交渉が大多数を占めており以下、麻薬注射そしてエイズに感染した母親から赤ん坊が感染するという母子感染というふうになっています主要な感染ルートはセックスワーカーセックスワーカーが客の男性に感染をさせ コンドームの使用の有無によって特にコンドームを使用しない性行為によって男性が感染しさらにその男性が妻や恋人などに感染させるそしてその女性から母子感染が起こるとそういうルートがメインでしたまた麻薬注射針の強要による感染も見られました 当初、タイの人々は、エイズという病気は、セックスワーカー、男性同性愛者、麻薬注射常用者など、いわゆる特殊な人々の特殊な病気であり、一般人には関係ないものという認識を持っており、自分には関係ない病気と多くの人が考えていました。それ,それで、改審行為を控えればよい、麻薬に手を出さなければよい、ということで、 セックスワーカー以外との性行為におけるコンドームのみ使用というのが、まあ、一般的なタイ人の性行動に見られる特徴でした、まあ、こういったところから、えー、HIV ウイルスの感染が拡大していくわけですこういった大社会における HIV ウイルスの感染拡大というのは その背景としてさまざまな要因があります。性的娯楽産業と観光政策について見ていきましょう。1960年タイも1950年に締結された人身売買と管理売春の規制に関する国際条約に従って売春禁止法という法律を制定します。しかしか6年後に 娯楽産業法という法律を作って事実上売春を容認するという政策に転じましたこれは売春施設がいわゆる売春婦がいるいわゆる置屋 <laughs> というところだけでなくてあるいは街角に立っている外商だけでなくてマッサージパーラナイトクラブカラオケゴーゴーバーコーヒーショップ理髪店 冷気茶室、まあクーラーの効いた、まあ、カフェ、炎上交際バー、まあそういう、まあ、多様な場所で売春が行われるようになっていくわけです。しかしあくまでも、例えばマッサージパーラーはマッサージをするところという名目で、売春もやってないという名目で、実際は売春施設であるというわけでした。 コーヒーショップもコーヒーを飲みに来るところという名目なんですけども実際にはそこで男女が待ち合わせをして売春行為が行われるそういうわけです1967年当時激化していたベトナム戦争その最中にタイ政府とアメリカ軍は Rest and Recreation 条約というのを結びますこれは アメリカ軍の兵士がタイに滞在をしてそこを拠点にベトナム戦争ベトナムの地へ向かって行って爆撃なんかをするわけですけどもそういう兵士たちが休息を取り娯楽を楽しむためにタイ政府がそういう施設を提供するという条約です。この条約に従ってたくさんの水商売の施設飲み屋ナイトクラブ売春施設などができるわけです。 1975年にベトナム戦争は終結するんですが、70年代以降、タイに駐留しているアメリカ軍が撤退を始めますと、そういうタイの生産業、娯楽産業の顧客が激減することになります。そこでタイ政府が考えたのは、外国から観光客を招いて、観光,客観光産業に力を入れようという政策でした。そこで1979年、 ベトナム戦争が終わって4年後、タイ政府にタイ政府観光庁、Tourism Authority of Thailand というのが設立されて、観光政策に力を入れ始めます。観光政策に力を入れ始めて、観光客を誘致をようとやり始めたところに、84年、タイ最初の HIV 感染者が見つかったわけです。 しかし観光政策に力を入れようとしているタイでしたので、えーまあ、さらに1987年タイ訪問年ビジティングタイランドイヤーという、まあ、年を設け観光客の誘致を続けます。えー、そ,そういうことで、えー、HIV の感染が拡大しているにもかかわらず、まあ、それを表立って、えーまあ、公表するということがなされなかった。 ここに初期の頃、急速にエイズが感染拡大していった大きな原因があります。タイ訪問年以降、観光客は着実に増加するんですけども、タイ政府はその観光政策としてエキゾチックエロティックスという観光戦略を取ります。エキゾチック、すなわち東南アジアタイの歴史や仏教文化、 そういういエキゾチックな文化を観光客に提示するもう一つはエロチックすなわちタイの性セクシュアリティを観光客に提供する、まあ、そういう二重の戦略でしたこの写真は左がバンコクのある歓楽街ゴーゴーバーという、まあ、女性が水着や半裸の状態で 踊ってお客さんはお酒を飲みながらそれを見るとそういうゴーゴーバーがひしめく歓楽街です右はタイの北部の観光都市チェンマイのナイトクラブまあそこで歌って踊るダンサーたちですさてエイズというのは感染症です感染症ということは人と人とを介して感染が拡大しますということはその社会の 人との関係社会のあり方文化そういったようなものと感染症は密接に関係していますそこでエイズ感染の社会文化的コンテクストについて見ていきましょうまず最初にタイにおけるジェンダーとセクシュアリティについて見ておきますタイは国民の94から95%が仏教徒という事実上の仏教国です タイでは男性は出家をしてお坊さんになることで苦徳を積むこのことが親孝行につながり本人および両親をはじめとする家族に徳が積める、まあ、そういう考え方を持ちますすなわち男性は宗教的道徳的価値を体現する存在と考えられています一方女性は家事農作業老親の扶養などによって親孝行をする者 と考えられていて家庭内や経済的な価値が重視されていますこの女性に家庭内の価値あるいは経済的価値を重視する考え方が時に売春をして稼いでもまあ両親を扶養する家にお金を入れるということで、まあ、容認するということにも結びついていきます特に東北部北部 といった比較的貧しい地域の貧しい家族とその娘たちこの少女たちは小卒中卒が多いんですけどもこういった少女たちが売春という組織にリクルートされるそういうことが多く行われるわけです。2番目に農民およびティーンエイジャー10代の若者に見られる性をめぐる共通のサブカルチャーがあります。 まず第一に、エイズに関する知識情報が、農民やティーンエージャーには欠如していることです。また、自分だけは大丈夫という根拠のない安易さ、これを持っているという点でも、農民やティーンエージャーは共通しています。そして、セックスワーカー以外との性交渉は大丈夫なんだという誤解を持っています。また、コンドームなしの不特性多数の相手との性交渉をする。 まこういう性行動をとる人が、農民やティーンエイジャーには多いというわけですえ。妻やガールフレンドはいわゆる良い女性で、セックスワーカーは悪い女性である。だから、悪い女性との性交渉を避ければよいという誤った思い込みです。まあ、こういった誤った思い込みが、えー、HIV ・ AIDS のまあ感染を広げていってる原因の一つになっています。 感染症としてのエイズは、家族や地域社会、まあ、コミュニティを崩壊させ、エイズ孤児を生むという側面を持っています。エイズの感染者は女性よりも男性が多く、特に20代30代という家族やコミュニティを支える中核の年齢層に多く見られました。また、感染者やエイズ患者への差別が行われ、えー、彼らは学 家庭やコミュニティからの差別を受け隔離され医療機関からも差別を受け隔離され、えー、学校や職場からも差別を受けひどい場合には解雇されるなどの、えー、待遇を取られていました、まあ、こういった状況の中で老人あるいはエース孤児といった人たちが多く残されいわゆる、えー、コミュニティにおける中間的な年齢 20代、30代、40代、50代、まあそういう年齢層がまあ空洞化するという現象が起きますこのことは医療や教育などのコストを招き社会的なケアなどの問題を引き起こしました2001年末現在、エイズコジはタイ全土で推定28万9千人いたと,と言われていて大変深刻な状況を生んでいました 1970年以来タイで実施されてきた家族計画プログラム <laughs> いわゆるナショナルファミリープランニングプログラムというのがあるんですがこれは子供の数を減らそそうと <laughs> そして経済発展を遂げよううというプログラムですしかし家族計画によって子どもの数が減ってきた <laughs> そしてエイズによって地域社会の中核人口が減ってくるということで家族計画とこのエイズの感染が まあ同時に起こることによって非常に大きな社会問題えすなわち家族やコミュニティの崩壊を招くわけです。この2枚の枚写真はエイズ児たちですえ左の写真はえ僕が2001年のチェンマイでの国際映ズ会議に参加した時にえーアフリカのナイジェリアから来てたお医者さんと一緒にえまツアーに参加した時のものです。 このまあ黒人の女性ですで彼女のすぐ横にあるうまあ額にかかっている女性の家がああ見,見えると思いますがこれがこの家のお母さんで前にいる青い T シャツを着ている二人の子がこの家の子供たちですこの家ではお母さんは亡くなっていますそしてお母さんにエイズウイルスを感染させたお父さんもその前に亡くなっています そこで子供二人取り残されているわけです右の写真もエイズ孤児とそのおばあちゃんの写真ですこの男の子のお父さんもお母さんもエイズ感染で死亡しているまあこういったエイズ孤児が非常にあの増えてきています次にエスニックマイノリティとエイズの関係ですタイには国内に約100万人の 山岳少数民族が住んでいますまた隣国、えー、ミャンマーやカンボジアなどを中心に数十万人の、まあ、就労者あるいは不法就労者がいると言われています。でこうした山岳少数民族や不法就労者は、えーまあ、情報への接近が弱いということそれから対語を理解していない人も結構多いということそういうことで絵図化にさらされやすい存在です。 すなわち習慣や言語対語の理解力の不足という問題によるエイズに関する情報への接近の欠如貧困のために買収センブローカーのー、まあ、犠牲になるという問題、まあ、そういった、えー、非常にこう辛い状態に置かれていることから麻薬に逃げる人たちの割合が多いという状態、まあ、こういったことで、えー、この山岳少数民族や不法就労者に HIV ウイルスの感染者が多いという問題が指摘されています。これは僕が2000年から2001年にチェンマイ大学にいた時によく訪れていたキリスト教の牧師さんがやっている NGO です。その牧師さんは一番右の方に映っている方です。韓国人です。で、この NGO では エズや麻薬などで親をををしたた少数民族の子どもたちを保護てて生活をさせています僕は時々こ向にボランティアに行っていたんですけどもこの写真は当時の僕のゼミ生たちと一緒にボランティアとして訪問をした時のものです。以上見てきましたように感染症としてのエイズは社会や文化の在り方と関連していることがお分かりいただけたと思います。 そこで次にエイズの癒しエイズにかかった人へのどういう取り組みがなされているかどういう連携がなされているかについて見ていきましょうまずエイズ感染者が発見された1984年から初期の頃のタイ政府の取り組みを見ていきましょう1984年から約5年間はタイでは政府の保健所 日本でいう厚生労働省が中心になって対応していましたしたかしその後短期プランと中期プランというのが作成されエイズ対策と予防のためのキャンペーンが開始されますそしてエイズ対策は国家の重要な政策であるという位置づけがなされましたさらに1990年代に入りますと経済社会開発計画とエイズの計画を、まあ、エイズの防止計画を まあえー、統合して政府民間のさまざまな機関の連携協力地方行政レベルでのエーズ委員会の設置などがなされかなりこう全国的な細かい取り組みに変わっていきますさらに1997年以降になりますとエーズ問題へのホリスティックアプローチ、まあ、ホリスティックというのは、まあ、包括的とか 相対的とということですけども、えー、具体的に言うと国際機関政府機関民間セクター NGO 家族地域社会、えー、PHA と呼ばれる HIV ウイルスの感染者あるいはエイズを発症した人たち自身、まあ、こういった人たちが連携しながらエイズ問題に関わるプランづくりのプロセスに、えーまあ、参与すると、まあ、そういうアプローチが取られるようになります。また タイは仏教国でもありますので仏教の僧侶たちの活動あるいは地域の地と呼ばれる、まあ、土着の伝統的な知識情報そういったものも活用されるようになっていきます。まあ、こういうふうになっていったのは、まあ、HIV ウイルスをま国中で取り組もうという、まあ、そういう姿勢変化したことの表れでもありますが一方で 1997年に、タイだけでなくアジアを襲ったアジア通貨機によって、タイ経済が大幅にダウンしたことにより、エイズ問題への十分な政府の資金をつぎ込むことが不可能になったこと、そういった負の側面もあることを忘れてはいけません。タイ政府はエイズの予防、あるいは撲滅キャンペーンをさまざまな形でとりますが、この写真は、 えー、エーズ撲滅キャンペーンのための、えー、街頭デモそれから右の写真は、えーまあ、ミスターコンドームマンそれからミスコンドームガールという人たちを選んでこの人たちにを中心となって、えー、エーズ撲滅キャンペーンを展開するわけですこのミスターコンドームマンの C というのは、まあ、コンドームの C ですね タイはこういうミスコンテストが多いんですけどもこういうものを使って一般の国民に映像の脅威を知らせ予防を呼びかけるわけです先にも触れましたが1989年から91年にかけて保健大臣であったミチャイという方この左の写真の新聞のピースをしている方ですけども 彼が中心になって生産業施設にコンドームを配布する100%コンドーム政策というのをとって映像を予防しようとしました。また右の写真は山岳少数民族の村落の集会場に設置されたコンドームでこの村の青年たちが町へ遊びに行く時このコンドームを持って遊びに行くとこういうことがなされていました。 地方レベルでは、こういうふうに山岳少数民族の生徒対象のエイズ講習会なども開かれました。これはある年の世界エイズで12月1日の啓発イベントです。ここでは保健所の所長さんや職員がやってきて、山岳少数民族の生徒、生徒といっても写真をよく見ると結構大人の人が多いんですけども、この人たちは 山岳、えーまあ、少数民族の村では小学校しか出ていない人がほとんどでで、えー、で働いていてる人ですで昼間は働いて夜はいわゆる定時制ということで中学校課程高校課程などに学んでいる人たちです。とそれですから、えー、昼間のは勉強することができないで夜の定時制の過程でも、まあ、十分な勉強の時間が取れないというので。 いわゆる保健教教育、衛生教育はおろそ,かなりますそこでこういった世界エイズデーなどの日を利用してこの HIV ウイルス感染の怖さ予防をどうしたらいいかというのが、まあ、講習会として催されるわけです。右の写真の横断幕にはエ i ズに関してはそれが増えるかあるいは減るかは男性次第だ。 という標語が書かれていますすなわち男性が性行動を改めれば感染者は減るというわけですこれは警察官が小学校にやってきて麻薬の恐ろしさ、エイズの恐ろしさについて話す特別授業の様子ですまあ、こういった授業を通して学校でも子どもたち、小学校5年生以上の子どもたちは麻薬の怖さやエイズの怖さ どうやったら予防できるかということを学ぶわけですエイズへの対策としては NGO とエイズの感染者の自助グループの取り組みも重要です対最大の NGO、PDA、人工地域開発協会をはじめ数多くの NGO やエイズ感染者自助グループがあり近代医療や現行の保健衛生システムに対する不満を持っているグループも多いんですけども。 まこの人たちがエイズ問題へ取り組んでいます NGO、仏教のお坊さんたち、エイズ感染者の自身、PHA これは People Living with HIV AIDS の略ですそして学校、そういった人たちの連携強化がなされてま総合的に、包括的にエイズに対応していこうという取り組みです PDA 人工地域科発協会というタイ最大の NGO はバンコクに本部があり全国に20近い支部を持っていますこの写真はバンコクの本部のすぐ隣にあるキャベツとコンドームのレストランというタイ料理のレストランですこのレストランに行きますと世界各国のコンドームが展示され安全な性行為いわゆるセーフセックスとはどのようなものか それからエイズの感染者がどのくらいタイにいるかなどの統計資料や啓発資料が、えーまあ、掲示されていますそして、えーまあエイズを予防するコンドームで飾られた人形が何体も置かれていてコンドームの重要性が、えーまあ、表現されているわけですで僕はあのゼミ旅行を毎年やってますけども バンコクについて1日目の夜はこのキャベツとコンドームのレストランでみんなで大量料を楽しむようにしていますこれは先ほどもちょっと写真を提示しましたけれども親をエーズあるいは麻薬などで亡くした山岳少数民族の子どもたちを預かる NGO 韓国人の牧師さんがやっている NGO ですここを当時のゼミ生たちと訪問したんですけども一緒にお昼ご飯を食べているところです でこの時非常に驚いたのは、まあ、お昼ご飯が、えー、ちょっとしたスープと、えー、ちょっとしたお米と,、えー、と生のままの人参が1本という状況でした、まあ、予算がないので、えーまあ、こういう,う昼食しか出せないということを NGO の主催者の韓国人ボックスさんは嘆いておられましたでこの時はご飯食べた後子供たちと遊ぶんですけども、えーまあ、親を亡くした 子どもたちがほとんどなので例えば肩車などをしてやると,やっ,たことやってもらったことがないわけですから非常に喜びますそして子どもたちの列ができて土木も子どもたちを肩車してこの NGO の建物の周りを一周するで次の子どもたちを肩車してまた一周するということで20周ぐらいしてヘトヘトになったことを思い出します。 まあそれだけ親の愛それから親との遊びそういうものに飢えている子どもたちでしたこれはタイとミャンマーの国境にありますチェンライ県という右の写真の向こう側がタイとミャンマーの国境にかかる橋そして写真に写っている子どもたちはミャンマーから毎日タイに通ってきて 左のの写真の NGO が運営すするる学校でで勉強している子どもたちです僕はしばらくこの NGO でボランティアをしていたんですけども、まあ、車を持っていたので早朝のタイからミャンマー側に車で子どもたちを迎えに行き学校に連れてきてで学校が終わると子どもたちをこのミャンマーに渡る国境まで送っていく。 というボランティアをしていました。まあそういうボランティアをしながら、えー、まあ実際に現地でフィールドワークをやっていたわけです。これは国際エース会議、えっと、2004年となっていますが、2001年の間違いです。訂正します。えー、チェンマイで行われた国際エース会議の時に、えー、パレードに参加の準備をしているガトゥ u イと呼ばれる人たち、えー、まあそ人たちによる NGO レインボー、 という N の写真ですガトウイというのは、まあ、日本語で言うとニューハーフとかオカマ <laughs> と呼ばれる人たちに、まあ、ほぼ重なると考えていいんですけども男性の肉体を持っているんだけども女性の心を持っている人たちの集まりです。まあ、こういった人たちはあ HIV の感染率が高いと言われていますので、えーまあ、こうやって集まってその この人たち自身が感染の予防を訴えかけるという効果があるわけです右の写真はあるホテルのロビーに置かれたエイズ関連の NGO の募金箱ですこういった募金箱はホテルのロビーやバスターミナル電車の駅、公共の施設などたくさん置かれていて募金を募っていましたまたエイズに対しては仏教寺院や 僧侶たちの取り組みも非常に重要でしたタイの仏教は一般的に下脱思考を目指す個人主義的であるすなわち僧侶がひたすら修行して悟りの境地に達することこれを大きな目的としていますが社会状況の変化例えば貧富の差の拡大だとかエイズの感染の増加こういった状況に伴って そうではない活動社会的な活動や経済活動に関わる層が出てきますこうしたお坊さんのことを開発層プラナックパッタナーと呼んでいますプラというのは僧侶ナックは人パッタナー開発すなわち開発に携わる人であるお坊さんというわけですこの開発層の活動はいろいろありますが例えば 貧困から村人を救おうとする開発層東北隊などに多いです。エイズ感染の予防、感染のケアを行おうとする開発層北部隊などに多いです。あるいは、エイズホスピスを開発している、開設しているお坊さんもいます。これは中部隊のロッブリー県というところに有名なお寺がありますので、後で紹介します。これがそのロッブリー県、えー、まあバンコクから北へ150キロぐらい行ったところにある、 県ですけどもそこにあるププラバートトナンン・寺ととといいううおおそこの住職でであるアロンコットというお坊さんです左の写真ポスターには「エーズ」と赤で書かれていますけどもエーズ孤児を抱っこしているアロン・コットというお坊さん右の写真はミス・ユニバースの訪問を受けるこのお寺のエーズホスピスにいるエーズ感染者。 患者ですこのホスピスには末期の患者が収容されていますこのプラワートナンプ寺院は僕も何度か訪問しましたけれども非常にあの広大な敷地を持っていての敷地の中にエイズ患者をケアする施設や住居があったりエイズで亡くなった女性たちを安置する、まあ、命の博物館と呼ばれる博物館があったり。 エイズで亡くなった人たちを仮装してその遺廃で作った人形の人形をアートオブジェとして展示してあるスペースがあったりしますこういった活動をインターネットを通じて世界に発信することでこの運営資金を集めているわけです先ほども少し触れましたがエイズ対策のための連携と法律的ケアの実践を少し図示してみました いわゆる感染者自身の自助グループ PHA People Living with HIV、AIDS、を、まあ、中心に国際機関政府機関民間セクター学校仏教寺院と僧侶家族やコミュニティ病院保健所伝統医学などが取り巻き相互に連携をしながら、まあ、感染者のケアあるいは感染拡大の予防を行っています。 ホリステックケアというのは多面的な治療、えー、健康管理への取り組みをまあ意味しますが近代医療の知識と実践を拒絶することなく精神的身体的なケアの実践のためにさまざまな代替医療や知的資源を活用することを指します。まあ、ここには仏教人と僧侶の下に書いているように、まあ、霊媒カルト、えーまあ、民間的な、まあ、呪術宗教的な職能者 や民間治療を薬まあ、そういったものの利用も行われています。これは保健所の職員さんとえー、エイズ感染の自助グループが仏教寺院のまあ協力体制をまあ示している写真です。えー、写真の奥にあります。まあ、紺色の服を着ている女性が保健所の所長さん、その右に座っている白い服を着ている女性が。 感染者グループのリーダーそして右の2人の僧侶こういった人たちがどういう連携を取りながら感染拡大を防いでいるかあるいは感染者のケアをしているかそれをプレゼンしているところですこれを聞いている人たちは国際エース会議に参加して集まった世界各国からの医療従事者政府関係者 NGO 活動家などです 以上紹介してきましたさまざまな取り組みによってタイのエイズ問題というのはかなり沈静化してきていますしかし残された課題も少なくありません最後にこの課題を見ておきましょうタイ国内ではさまざまなエイズ対策が構想して新規感染者は減少傾向にあり2000年代の半ばぐらいまでにかなり沈静化してきました しかし、当時でもまだまだ個別の問題は多く、どういったような問題があるかというと、麻薬注射乗用車による感染率が上昇していること。麻薬注射をやっている人は、まあ、隠れてやりますので、なかなか把握することが難しいためです。エイズの専門医が不足していること。エイズが貧困か、女性か、終焉か。すなわち、貧困である人の感染率が高まり。 女性の感染率が高まり、そして終焉にいる人々、貧困の人や山岳民族などのエスニックマイノリティ、こういった人たちに感染が広がっていること。そしてエイズの老年化。なぜか高齢者におけるエイズ問題が広がっていること。そして若者たちの間にギグといって友達以上だけども恋人未満。 時として性行為を行うという関係も含むそういった義具の流行が広がっていることこういったことがエーズ問題題の課題として挙げられますそこでさらにけめ細かい対応や抗エーズ薬の低価格化保険適用エーズ新薬の開発が求められていますけれども2000年代の半ばから2010年ぐらいまでにはその予算などを含めて課題を残されたままでした。 まあその後かなりまあ状況を進展しています。これは2004年の7月の朝日新聞にまあ掲載されたエイズ専門医一人当たりの感染者数のグラフです。これでいくと、日本は非常に低くて専門医一人当たりの感染者は24人となっていますが、ベトナムは1万人を超えており、インドも多く、3番目に多いタイも。 専門医一人当たり7000人という数字を示しています。まあ物理的な問題として、お医者さん一人で7000人を全部ケアすることは不可能です。ですから、専門医を増やすと同時に感染者自身を減らすといったまあ二つの対策が求められるわけです。これはタイの一番最北端の名サイというところですけども。 左の写真はタイとミャンマーの国境にかかる橋向こう側がミャンマーですで右の写真も、まあ、国境にかかる幅の狭い川ですでこういった国境というのは中央政府の監視の目管理の目が行き届きにくいのでさまざ、あ、まな問題が起きています。まあ、売,春売買春のの横行ですとか麻薬取引問問題題同時にに、まあ、そういった問題に伴った伴て エイズ感染の拡大も広がるとですからこういうまあ地理的な周辺地域への管理強化が非常に大事になってきますこの写真はチェンマイ県のサンパトン郡このサンパトン郡というのは HIV の感染がタイで国内で最も広がったあの場所なんですけれども村人の7人に1人が感染するという非常に高い感染率を誇っています。 そこにあるお寺あるお寺ではお寺の境内にハーブをたくさん植えてこのハーブの木から取れるものをその感染者の食事に混ぜて提供するそのことによって感染者の免疫力の低下を防ぐとそういったことをやっているお寺です。 ここにはその左端の水色のシャツを着た男性がオーストラリア人の、まあ、ある NGO の主催者なんですけども彼がこのオータエラドの取り組みを説明してくれています。その説明を聞いているのは国国際エースに参参加加した各国からの参加者ですアメリカ人ナイジェリア人トルコ人などがいます。 また、現代はグローバリゼーションの時代と言われています。ということは、人が国境を越えて世界規模で移動する時代ということになります。ということは、人の移動に伴って感染症も拡大をしていく。すなわち、エイズ対策を一つの国の中だけで行っているだけでは不十分で、えー、まあ、あの、近隣の各国との対応をしながら、 あるいは全世界的に取り組まなければいけない、ということが指摘されています。すなわち、トランスナショナルな人の移動による境界領域の危険性が指摘されています。これは、移動する人々、観光客とか出稼ぎ労働者とか、不法越境入国者とか、移民、そういった人たちに限らず、ま様々な人たちの行き来によって、 感染が拡大する特に国境付近が危ない、まあ、そういうことにへの対応が急務とされています、まあ、そういうことで国境を越えた連携ネットワークが必要になってくるわけですけども対一、まあ、国だけではなくて ASEAN 東南アジア諸国連合や大メコン圏と呼ばれるメコン川をが国内に流れる流域諸国などの協力体制が取られています。 まあこういった体制が整備されることによってタイでも HIV の感染はだいぶ抑えられてきましたのでこういったタイの経験に学ぶ周辺諸国や地域あるいはエイズ感染が深刻になっているアフリカ諸国などからの,その視察などもかなり増えています。そしししててて日本人も対岸ののの火事ととるるではなく自分たちの問題として捉える まあそういういい認識が必要だと思います感染症としてのエイズが社会や文化の在り方と密接な関わりを持つということをタイの事例を通ししてて述べてきました今日の授業で使った参考文献はいずれも僕が書いた論文カンボジアのエイズ事情タイにおける開発パラダイムの転換とエイズ対策チェンマイ県サンパトン郡の事例を中心に えー、まあ中野明子さんという僕のゼミの教え子と共著で書いたエイズの文化人類学タイとマレーシアなどを参考にしています、えー、関心がある人は、えー、お貸ししますのでぜひ読んでいただきたいと思いますそれでは今日の授業はこれで終わりますまた来週お会いしましょうさようなら